第1弾タイトルは何ですかね。タイトル課題旅行です。課題旅行、はい、課題旅行参ります。はい、記念すべき第1回目、はい、どこに行くのか私にかかっております。大事なところです。それでは行きたいと思います。はい、中野市と中野市、そしてこの飯綱町、はい、ちっちゃい飯綱、この2つに行ってみたいと思います。はい、何でしょうか。中野市は頼む。一旦駅周辺グルメ食べ尽くせ。おお、白い自販機、お一番いいやつ来たよ。温泉を見つけろ。面白い自販機を、面白い自販機を見つけて、お腹空いたら駅周辺のグルメを食べて最後は温泉に入る。ああもう旅行です。旅行ですね。旅行です。じゃあこの中野編は、じゃあ中野編はこの3つで後半パートでやりましょう。はい、どうも皆さんこんにちは。今日も始めていきましょう。はい、課題旅行の、ね、後編です。後編です。後編は、中野市、こちらこのなんかでかいのがいる、こちら中野駅ですね。そうですね、中野駅からこのでかいですね。3月31日にね、なんかそういう祭りが中野ひな市っていうのがあるらしく、それの多分来いよみたいなやつですね。来てくださいみたいなね。じゃあやりますか。中野の、ミッションは、中野の食べ物を食べ尽くせ、食べ尽くせ、あと面白い自販機を探せ、あと温泉に入ろう、最後締めの最高ですね、温泉に入ろう、温泉に入ろうって。じゃあ行きますか。行きましょう。行きます。さあ中野ブラブラしております。中ブラね、スタートしだしてから結構歩いてるけど、 そして雨強い。雨がね、さっきっていうか、飯綱ではね、前回の飯綱編では雪がすごかったんだけど、今はもう雨がもうやばいっす。いやこれ雪じゃねえな、みぞれです。みぞれだなこれ。そうですね、結構な。じゃあもうブラブラして、とりあえず面白自販機を今探してます。探していますね。また見つかったら、あ、今日なんかのライブなんですかね、この市民会。なんかフィルハーモニー。フィルハーモニー。寒いな。特にないです。そば。え？そば。そば。中野。来た、そば屋さん。来てるよね。まあ、車止まってるからね。やってるんじゃないですか。それかもうちょっと先も行ってみる。あ、焼肉って書いてある。もう昼間から焼肉。スナックあるよ。いやースナックか。スナック電気ついてる。電気ついてないし。え、ついてないの。ついてない。そういう色だから。なるほどね。あ、ほら同じように街ブラしてる人いますよ。街ブラ、この地元感。じゃあこちらに行ってみましょう。戸隠伊勢そば。戸隠じゃないけどね。まあ戸隠じゃないけど、じゃあそばを食べたいと思います。したね、美味しかった。そばとりあえず食べ尽くせ。1軒目、1軒目、次行きましょう。はい、次ですね、そば屋、こちらですね。お腹いっぱいになりまして、超お腹、食べ尽くせなのに1軒目でお腹いっぱい。食べ尽くせなのに1軒目でお腹いっぱい。自販機なんもない。ちょっと残りのね、一つのミッションとして、あと自販機ミッションがちょっとね、
ないかな。じゃあこのショッピングストリート、はい、中央通り行ってみたいと思います。まあね、ショッピングストリートだから、ほら自転車がめっちゃ売ってる。自転車ちゃんと右も見てください。あ、右もやってるからね。鍋屋さん。鍋屋さん。あんなところに旅館がある。小坂旅館。ちっちゃい。もう中央ストリート終わっちゃうよ。中央ストリート終わっちゃうの。焼肉すき焼き。お。魚。おろし梅。エビ鮭ぶり。ポテトコロッケって書いてあるけどない。残念でした。書いてあるけどない。そう。それがやっぱね、現実だ。ないですね。花屋さんやってますね。花とも。花屋やってる。ここもやってますね。文房具屋さん。文房具屋さんもやってます。はい。中央ストリートもある。今日は。いや、中野すごいね。閑静な住宅街が広がっております。そしてこちら。廃墟ですね。廃墟ですね。すさまじい廃墟です。そうですね。なんであそこだけ残したのかっていうね。あそこのね。窓付きですね。窓付きなの。なぜあそこだけ残してしまったのか。すごいですね。あれは本当に中野駅周辺です。中野駅周辺ですね。だだーん。おっ、ヤンギは。珍しくもないか、100円自販機。まあまあライフガードぐらいかな、あんまないやつ。うん。あとなんかリンゴみたいな。ホットレモン本物なんだけど。ホットレモン本物なんだけど。本当。なんで本物なのこれ。液体がホットレモン本物だよこれ。ディスプレイ本物。あ、まだやってらっしゃるね。おっ、こんなところにガムのガムこれやってんのかな。してみてみ、ちょっとじゃあ面白自販機ということで一つ例えをやってみて。本当に出てきた。ガムの自販機。ガムの自販機。ありましたね。今なかなかこれもうなくなっちゃってるから。でも全部出ないかもしれないから。珍しい。一回さ、今3種類あるから。ちょっとやってみる。じゃあブラック、ブラック。ブラック。あ、出た。出ましたね。はい。じゃあ次クルミント。おー、やっぱちゃんと全部ある。今時ない。そう、もうこの自販機自体もうね、なかなかそうね、レトロな感じになってきちゃってるから。じゃあガムの自販機でした。ちゃんと新しいやつ。ちゃんと新しいやつ。こちらの駅前の駄菓子屋のね、駄菓子屋のね、駄菓子屋もこうやっております。はい、はい、ということでね、これあの本物なんで、ぜひ。これあの本物が入ってるからね。本物が入ってるから。駅前。駅前。駅ですね。こちら。普通の自販機ですね。自販機かと思いきや、ティーポイントですね。ティーポイントが固まります。これ初めて見た。
これはね、俺も初めて見た。東京とかでこういうのあるの？いや、これ見たことないです。これは珍しくない？珍しい。ただ本当にたまるのかっていう。スタヤじゃないとたまんないじゃん。買ってみよう。買ってみよう。購入前にキーカードを、うん、ね、スラッシュ、あ、ここに入れて、おお、読み取り OK。 あったかいやつでしょ。あったかいのでしょ。で、で、溜まったの？溜まったんじゃん。溜まったことにしとこう。でもこれ珍しいよ。珍しい。ただ多分1ポイントぐらいしか溜まってないね、うん、ということで。でもさ、これさ、ちょっと悪いこと考えるとさ、これ通しといてさ、うん、誰かが買ったらさ、Tポイント溜まんの？まあそういうことだね。あ、でも離れたりしたらダメなんだ。時間経つとダメか、うん、はい、皆さん悪いことは考えないでください、はい、普通に買いましょう。 Tポイント、こちらT ポイント自販機でした。まあ、さらに駅の中で改札近く、こちら新聞の自販機。意外とね、まあローカルな品の毎日新聞、うん、まああとね、4人ね、朝日経さんね、日本スポーツもスポニチも。これは本当に買えるんですかね。買ってみます。何買う？じゃあスポーツ紙でも買っておきます。買います。出てきました、ね、すごい。何今の出てき方、なんかもいん、面白自販機新聞バージョンでした。3月21日の新聞。これから何競馬場ですか？そうだね、牧場かな。牧場競馬場。牧場の競馬場に行ってみたいと思います。はい、じゃあそれじゃあね、ちょっとこれで中野駅周辺からちょっと移動して中野、ちょっと見ていきましょう。とりあえず自販機はもう OK で、まあ途中であったらまあ寄ればいい。まあまあでももうないか。ないけどあったら買うみたいな。とりあえずクリアしました。あとは温泉だけですね。じゃああったまりに行きますかね。行きましょう。寒いし、今多分0度ぐらい。と新聞も買ったし、そう、温泉で新聞読めるしね。温泉で新聞読んで、最高の休日、最高ですね。じゃあ行きましょう。なんかさ、いい温泉みたいなやつない？中野に温泉、ポンポコって今日やってんのかな？濁り雪は？え？濁り雪？え？りんごの湯？中野で？中野限定。じゃあポンポコか。うん。そうだね、ポンポコか。うん。マタロウか。もうミストだけだね。ああ、その辺ね。じゃあポンポコ行ってみますか。じゃあポンポコ行ってみるわ。うん、はいよ。うん、ありがとう。はい。ということで最後のミッション。ミッション。温泉に入れという、ね、幸せなミッションで、やってきた場所は、こちらです。こちらポンポコの湯という温泉にやってきました。最後のミッションいきますか。すごい雪ですよこれ。半端ない雪が。お風呂セット何も持ってません。そうです。お風呂セットが無です。タオルがなかったらもう終わりだから。
びちょ濡れになったまま帰りましょう。はい、じゃあね、お風呂から上がりまして、はい、さっぱりしまして、はい、最高です。最高です。はい、以上でですね、このミッション3つ目終わり。お風呂に入れ。はい、これ終わりですね。終わりです。ありがとうございます。あとは帰って寝るだけです。じゃあちょっと車行きますか。はい、待ってやっちゃった。え、じゃあね、以上3つ2つの市町村で、はい、3つずつ合計6個全てやり終わりました。今日の感想をひとまとめにするとなんて雪降ってんのっていうね。そうね、寒い。とりあえず寒いでも最後に温まってね。そう、温泉入ってね、よかったです。もう最後のミッションありきのミッションね、これ。で、時間を発表しましょう。はい、長野駅に8時半にスタートしたんですね。そしてただいまの時刻こちらです。で、3時半、15時23分ということでですね、7時間ですね。はい、ミッションを6個やるのに7時間かかりました。僕でしたね。距離がちょっと遠かった。ちなみにですね、車で移動してるんですけど、メーターがもう約100キロですね。走行距離が100キロ行きましたということですね。過酷な旅でした。雪降ってるので余計に。で、最後このポンポコの湯でなんか変なガチャガチャみたいなやつを見つけました。恐竜の卵っていうやつね、これ。金の卵なんか1回100円でみたいな、定番の。ただ何も音がしないっていう。音しないんだよ。そうなんですよ。じゃあ開けてみましょう。さあ、何でしょうか。ベイブレードバーストカスタマーズシールコレクション。ベイブレードじゃない。ベイブレードでないと。シール。ベイブレード持ってないからダメ。何も使えない。シールありきのやつですね。そうそう。これ結構音するんですよ。なんか変な。何そのちっちゃいカラカラ。なんかね、なんだろう、 BB 弾でも入ってんのかなみたいな音がするんですけど。じゃあ開けます。はい、これはね、さっきのベイブレードよりもいいかもしれない。マシ。ちょっと開けますよ。はい、じゃあちょっと目をつぶってください。ずっと開けちゃおうっていうまで開けちゃダメです。はい、いいよ。何それ。うるせ。笛です。笛入ってんの。しかもニコちゃんマークの笛かわいいね。これね、こちらチャンネル登録をしてくれた方に差し上げます。今吹いたけど、いるこれ。これいりますか、これ。いらない。ということでね、いらないよ。いらないね。じゃあ最後、温泉からお送りしました中野市の。またありがとうございます。次回、また次回楽しみにしてください。はい、以上、中野チャンネルまさしでした。ゆじでした。さよなら。